既存星5キャラは全員星7に覚醒したということでございます。闇淵ハラヒソの剣、恥ずかしい。はい、どうも皆さんこんにちは、白子チャンネルチューニーとグッドゲームガールズチャンネルのみそ汁です。ということで本日もファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。今日なんですけども、はい、1月に来ましたですね、うん、星7の覚醒キャラ15体お、なんとこちらでですね、既存星5キャラは全員星7に覚醒したということでございます。なんなんパブー、やっと追いつきましたね。追いついたね。はい、ということでこちらの15体をですね、3回に分けて前編中編後編という形で紹介していければと思っております。はい、今日は前編ということで最初の5体紹介していきたいと思います。ではみそちゃんががっつり調べてきてくださったので、みそちゃんの方から紹介してもらいたいと思います。では見てみそし。というわけで本日はですね、ジェイクさん、カインさん、セフィロス、リーラ、レーゲンさんの5体紹介していきたいと思います。はい、で前回同様、それぞれ星7になってパッシブ面がね大幅に改革されておりますので、はい、その辺をねちょっと省かせていただきます。ただどれもめちゃくちゃ強くなってるので、うん、安心してお使いいただければと思います。はい、ではまずはジェイクさん紹介していきましょう。はい、ジェイクさんといえばどんな子か覚えてます？渋い間違いない。あーあれ20代ですよね、確か設定で。そうね、この貫禄はちょっと30後半40前半みたいな。ジェイクさんは LB めちゃ強い、うん、そうで、あの代償があるっていう、使うのにちょっとテクニックがいるみたいなキャラだったと思います。そうなんですよ、これちょっと読んでわかるんですけど、自分の攻撃防御をダウンするんですよ、うん、すごいダウンするんですよ。1とかになってますね。そう、1になってしまう、うんうん、ただその代わりそのコンボでね、はい、LB を上げる、もともとこの、フォースチャージからのクールフォースという技を使うことによって、このダウン耐性を上げたり LB をマックスにすることで、まあ、3ダウン管理とかで LB を回していくというイメージだったと思います。うんうんうん、はい、で星7になってですね、この LB 運用っていうのは変わらないんですが、うんうん、そのね LB にたどり着くまでのコンボへの道がちょっと増えました。なるほど、スペシャルアビリティフォースブーストというものがございます。これがですね5ターンに1回使用可能となっておりまして、はい、自分の LB ゲージを増加プラス、うん、攻撃防御魔力精神ダウン効果を解除プラス、うん、攻撃防御ダウン耐性をアップ。つまり先ほど言ってた2つのコンボがなんと1ターンでできるよということですね。なるほど。でこの LB もマックスまでいきます。すごい。そうなんですよ。じゃこの後すぐに LB 使えちゃう。はい、ただこちら開幕使用不可なので、なるほど、そこまではいろいろ準備を整えていただいて、うん、まあその今までのねコンボを決めていただいてもいいですし、いろいろバフをかけたり準備してもいいですし、うんうん、というところですね。はい、続きましてですね、星7になり機械と石に対してキラーを覚えました。これだ。はい、こちらですね、重視の勝負感、うん、これで、かなりねキラーが乗るようになりました。なるほど。はい、そしてそのこいつが俺の本気だで LB のダメージをアップして、はい、そして右下にございますオーバーチャージというものがございます。はい、これがスーパートラストマスターをつけると発動するものでして、なんと LB のダメージがアップということで、これいいね。そうなので、もともとのパッシブでも覚えてますが、うん、もしスパトラ取れる方はぜひねそちらの銃も装備していただいて、オーバーチャージも一緒にねこう LB が上がるのでどんどん回りやすくなりますね。これしかもあれですね、はい、この両手武具じゃないですか、この銃が。そう、超強い。そうなんですよ、普通の片手の銃よりもやっぱ両手武具の方がダメージ計算が元々の仕様で上がるようになってますので、うんうんうん、かなりお得ですね。これはなんか理にかなった、理にかなったいろいろなパーツ、ね、パーツとかアビリティな感じですね。はいはい、そしてこの左下のアブソーバーというのはトラストマスターをつけた時にそのトラストマスターについてる効果でして、うんうん、こちらもですねなんとですね、あの物理攻撃を受けると確率で自分の LB ゲージを増加ということで、なるほど、かなりねその LB を回すことに長けた子ですね。うんうん、そしてトラストアビリティ見ていきましょう。はいはい、攻撃を 30% アッププラス片手用武器を2つ装備すると武具の攻撃をアッププラス特定のアビリティのダメージをアップなので、まあ、両手持ち運用する方はぜひ LB を回していただきたいんですけど、うんうん、まあ、両手持ちできない方は二刀流でもねこうやってダメージが
このパッシブでね上げることができますよってところですね、うんうん、まあ、スーパートラストマスターとはちょっと相性が悪いかなという。確かになんかまあ両方使えますよみたいな感じの立ち位置っていうか、はい、感じでありますね、うん、はいはい、そして こちらのトラストアビリティなんですけれども、はい、やはりあのユーザーさんの中では両手持ち運用する方はこのトラストマスターをあえてつけずに、うん、トラストアビリティをあえて発動させずに運用している方もいますね。やっぱり LP をねどんどん回すっていう使い方をすると、うんうん、割とトラストアビリティはそこまで必要ではないかなというのが現実ですね、うん、スーパートラストマスターをチューニーちゃんから紹介していただきましょう。スパトラー、はい、これコメントが素敵で、うん、アイリーンとリドちゃんが武器作るじゃないですか、うん、これストーリーでしたっけ、なんかあのそう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 、いつでもやれる、みんながやれる異界にあるあのストーリーですよね、はい、各それぞれの狭間にある狭間にあるストーリー、ショートストーリー。 AL 式はアイリーンリド式じゃないですか、これは。おいいですね。アイリーさんの綴りも A で、うん、リドも L で、そうこれそういう感じですかね、きっとね。使用者への細やかな思いられが見られるの大きな特徴という、うん、愛があふれたスーパートラストマスターでございますよ、はい、気になる方はぜひショートストーリーも合わせて、はい、プレイしていただきたい。そうですね、やったらまたグッとくるんじゃないかなと思います ね、また誤解してるよっつってカインさん紹介していきましょう。あえて目を描かないカイン、かっこいいね。いや目がないんですよね、ドット絵で。これはなんかやっぱあの原作で兜をかぶってるので、うん、あえて描かなかったっていうことをねおっしゃったんですけど ね、その辺のやっぱ気遣いがされてる。原作リスペクト、俺は正気に戻ったっていう今のカインさん、そうそうそう途中ちょっとねやっぱ瞑想してしまうキャラもあるんですけどもね、まあ、でもジャフターでもやっぱ人気ですね、はい、カインは、はい、星6のカインさんといえば、まあ、威力が高いジャンプ攻撃と、うん、水、闇、風の属性付与とダウンを同時にできるアタッカーでございました。そうなんですよ、結構何でもできるみたいな。別にジャンプしないでも戦える、うん、そうそうそう、竜騎士っていうイメージですよね。ジャンプ持ってますけどね、うん、はい、はい、星7になりましてですね、パッシブで二刀流アビリティを覚えました。槍を極めし者というものですね、はい、片手槍を2つ装備可能で、そう槍装備時攻撃をアッププラス特定のアビリティのダメージをアップということで、まあ、既存アビリティなどなどがこちらの、ね、書かれているものがダメージアップしておりますと、うん、はい、はい、そしてですね、なんと星7覚醒になりまして、噂の任意ジャンプ覚えております。ドラゴンレイド、はい、こちらですね、次のターン任意のタイミングで落下し敵一体にダメージ、こちらもねあのチェインに組み込めますし、うん、かなりの大ダメージを与えることができると。そしてですね、スペシャルアビリティピアシングデッドでは5ターンに一度しか使用できないけれども、かなりの高倍率の攻撃ですね。これはジャンプではないので、あ、即時発動、はい、即時発動なのでちゃんとねバフをかけて、デバフをかけて即時攻撃するので、うんうん、いつでもね合わせやすいんじゃないかなと。はい、ではこちらのねめちゃくちゃ強いピアシングデッドを打ってみましょう。おー、こんな感じでトントンパンって感じだね。トントンパンだね。ちょっと上がりますね最後が ね、まあ、繊維に合わせてトントンパンって言ってパンでめっちゃ決まるっていう感じですかね。そこにね繊維が、うん、いい倍率がね、うん、しっかり入れば、はい、トントンで切れたらちょっと意味ないけど、確かにうまくね皆さん練習していただければと思います。ターンのタイミングでバーンと入ったらいいんじゃないですかね、うん、はい、そして二刀流運用もできるようになったというお話なんですけれども、もともと覚えているソニックゲイルもですね、先ほど紹介したアビリティで、ダメージが上がっておりますので、うん、こちらねチェーン組みやすいものとなっておりますで、うん、自分にね回避もできるので、うん、合わせて使っていただければと思います、はい。そしてですね、星7になってですね LB ダメージアップのパッシブ食材の覚悟を覚えるため、ほら、そう、これあれ裏切っちゃったから、食材してんだ、食材してるよ、半端ないな、はい、自分で裏切っておいて、そう、謝るんや、ごめんってでも裏切ったっていうか、ちょっとちょっとちょっとした悪の心を増幅させられたみたいな感じだからしょうがない。なるほどね、そう、タイだと。なんで自分の好きな人が目の前でイチャ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 親友としてたら、うん、この野郎ってなったりする人もいるかもしれないじゃん確かにね、はい、そういう思いのね、そう、でも食材の確保してますから、 LB のダメージがアップしますので、ぜひ合わせて使っていただければと思います。はい、はい、そしてトラストアビリティは竜騎士団長の誇りですね、うん、MP 精神を 20% アッププラスバーストストーンによる上昇量をアッププラス両手の装備品が武器1個だと武具の攻撃がアップということで、こちらはもちもち系、そうですね、ですね、うん、あ、失礼しました、両方使える、両方使えます、まあ、もちもちの方が、うん、
まあ、倍率はちょっと高め。そうですね、だいたいそうですね、みんなね、はいはい、ただあの攻撃がね頭打ちしちゃっても、うん、二刀流で、うん、どうしても上げられないっていうところのこの新しく出た確かにブグ系のね、うんうん、二刀流用ブグ系アップみたいなところなので、うんうん、かなりね盛りやすくなったんじゃないかなと思います。なるほど。では続きましてスーパートラストマスター、じゃあチューニーちゃんお願いします。ランスオブカインで、このランスオブカインっていうのは、はい、ジャンプのアビリティの攻撃力上がるというものなので、うん、ダメージアップ、そうジャンプ系の子には持たせてもありかな、うん、でも片手武具なので、はい、片手武具とか両手武具ではないので、うんうん、っていうところではあるんですけどね、はい、はい、自らの弱さや過ちと向き合い苦しみながらも歩き続けた彼の相棒ともいれる存在。おー、フォーには出てきたというか、そのフォーの後の続編で結構そのカインをモチーフとした武器が結構出てるシリーズで出てるらしくて、そのモチーフっていう感じですかね、うんうんうん、はい、それをまあフォーのカインですね、キュートの竜騎士カインが持っているという兜を外したカインが持っているというまたグッとくる展開でございますかね。いいですね、はい、続きましてセフィロスさん紹介していきたいと思います。セフィロスさん星6の時どんなイメージでしたか。チェインが、うん、いろいろできる。そう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 、この子はすごいボスみたいな感じでセブン出てきたのに、みんなと仲良しみんなと仲良しこのチームにおいて、そういろんな人と手を組んで合わせられる、すごい気遣い屋さん。確かにそう言われてみればさ、うん、めっちゃ仲良しだよね。めっちゃ仲良しですよ。誰とナンバーワン仲良しキャラかもしれないなんかあのなんだろう、成功爆裂派セフィロスを添えてみたいなオニオンスライスセフィロス添えみたいな本当そうだね、ちょっと不思議だね。あのマサムネつけたらね、うん、あのカブラさん、ガブラさん、ガブラさん、ガブラさんの発砲一線とあれとね、防御力でね、力攻撃力上がるやつもね、もうすごい気遣い屋さんにねでした、はい、もともとね、そう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 なんですよ、はい、なのでまあ簡単に言いますと、一陣がねオニオンスライスとチェインしますと、はい、でアマテラスが、まあ、パイルトライパーとね、うん、結構チェインしますと、うん、でこのテンブリンネザンが、うん、エオルランドゥさんなどの成功爆裂派とチェインしますと、うん、でトラストマスターをつけた政宗を装備した時に使えるようになるこちらの八刀一線がガブラスさんとチェインしますと。素晴らしいですよね。そうめっちゃお友達多い子だった。お友達多いんですよ本当に。さらに星7になってですね、なんとお友達増えました。やったさらに気遣い屋さん、そう気遣いってさらにね覚えた星7で、そう僕が表せられないやつがあると思うのかみたいな。そうなの、なだからさ多分彼らはねきっとチェイン組める子がそんなにいなかったんだよ。だから僕がお友達になってあげるよって言って歩み寄ったの。あ確かに俺は天才だから、はいはい、ということでじゃあその歩み寄り紹介していきたいと思います、はい、まずは、新天道地、はい、こちらですね。なんと、この性能自体は敵一体にダメージプラス連続使用時ダメージをアップ。すごい。でこれ二刀流で使うと、まあ、ポンポンね早いダメージがそうそう、うん、早く上がっていきますということなんですけれども、こちらがなんとですね宇津木メモによると絶極明鏡と同フレーム。なるほど。だから完全に同じタイミングなのでトゥトゥンでポンって押すだけ。いやー簡単ですね。だからラスエルさんともお友達になってあげるよ、歩み寄りキャラともなってあげるよって、主人公だからって。なるほどね、はい、そしてですね、はい、続きまして、食光、はい、食光っぽいですね、はい、うん、こちらがですね敵一体にダメージプラス自分の物理攻撃に光属性を付与。おそしてこちらの、落ち闇打暗打闇、うん、はい、こちらですね、はい、対となるものなんですけれども、敵一体にダメージプラス自分の物理攻撃に闇属性を付与。こちらがですねなんとクイックトリック、ティーダさんのクイックトリックと同じ。ついにティーダさんとも仲良く、そう一番ティーダさんが、ね、お友達少ない系ですかね。ちょっと癖が強くてね、うん、子で言うと、はい、このあれですか、食光もこの落ちる闇のも同じ。そうそうそう、そうお、じゃあ光も闇もティーダさんとチェインできる。そうなのでムラスウェルさん系のねチェインの子にも友達になろうよって誘って、でこのねクイックトリック、ティーダさんクイックトリックはやっぱね、あのチェインはもちろん多段なんでしやすいんですけど、ちょっと癖があってフルチェインしづらいなっていうので有名だった。有名、その代わり強かったっていうので有名だったティーダさんにも歩み寄る姿勢を見せる。すごいですね。なんだこれ、とんでもない。続きましてスペシャルアビリティ紹介していきましょう、うん、トラジティエンド、はい、こちらですね5ターンに1回使用可能となっておりまして、敵全体に確率で即死オアダメージということで、うん、こちらのダメージもめちゃくちゃ強いものとなっております。
はい、だけど、開幕は使用不可となっておりますので、うん、チェインしていただいて、うん、いろいろ貯めていただいて、うん、こちらを使うとダメージがねグッと上がるんじゃないかなと思います。なるほど。なので使い方的には今までと変わらないかなというところですね、うんうんうん、続きましてトラストアビリティ紹介していきましょう。こちら英雄の大技ものですね、はい、攻撃防御魔力精神を 20%、火氷雷水風土光闇属性耐性を 10% アッププラス特定のアビリティのダメージがアップで、こちらの発動一斉のダメージがアップするということですね。なるほどね。めちゃくちゃ強くなりました。はい、スーパートラストマスターは宇津木さんも言っておりましたが激強、うん、激強、歪んだ英雄ね。刀装備時攻撃防御魔力精神アップ、はい、ちょっとこれだけだとねわからない。そうね、いかほど陰謀かなみたいなね。攻撃はいかほど、いかほど、これはですね宇津木さんがもう言ってたんで、はい、ストレートに言います。 80% 上がりました。全部が 80% ではなく攻撃が 80% ってことですね、はい、極意の上位互換についでに防御魔力精神上げちゃうよみたいな感じ、ね、っていうことですよね。つけちゃった、つけちゃったこれは強い、これめっちゃ強いですよ、はい、この片横の天使は確かダウンが上がってったと思うんですけど、はい、LP、はい、これはダウンがさらにアップしてるでございか。さらにね上がったと思いきや、変わらず、ただターン数がですね前は3ターンだったんですけれども5ターンになりました。えのでマックスにしていただくと、まあ、氷さんとかのね下げる率と変わらないぐらい、お今までもそれぐらい下がってたので、はいはい、それは変わらずなんですけれどもターン数が伸びたよというところですね。なので、コンスタントにダメージは出しやすくなりました。威力はめちゃくちゃ上がります。実質さっき紹介した SP アビリティとかよりも上がるんですね、もっと高いものが。なるほど。でこれ確か一発一撃だったのでかなりチェインに食い込むとシュッみたいな感じですね。そう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 、なので分散されてないので、うんうん、しっかり全ての倍率が、チェインに組み込むと最高倍率になるんですね。なるほど。普通に強いですからね、はい、これねめっちゃ強い。うーん、はい、続きましてリーラさん紹介していきましょう、はい、星6のリーラさん、どんな子だったか覚えてますか。超何光属性チェインがめちゃ強いみたいな。そう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 、まあ、なぜ光属性って言ったら多分ホーリーワンドを持ってるから。ホーリーワンドを持ってるからそうだから、なんでホーリーワンドを持たせるかと言いますと、精神を上げるとダメージが上がるというものを持っているから、ホーリーワンドを持たせるから光属性でチェインをするんですよね。なんかやっぱこのやっぱリーラが出てきて、はい、精神による物理判定の攻撃っていうのがすげえ強いみたいな感じになったんじゃないかなと思いますけどね、うん、めっちゃ強いですからね、はい、しかも確か敵の精神に依存するんですよね。そうだから魔法攻撃みたいなのが物理判定みたいな。そう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 、だけど精神依存みたいな。そう、精神依存で相手の精神によって物理のダメージが変わるみたいな。そうそうそう、何が何だかよく分かりませんみたいな。なので鉄巨人のような防御が高いやつにも物理攻撃で、判定物理攻撃で大ダメージを与えることが、いや強かったですね、できるというちょっと特殊な子だったんですね、はい、でその特殊な攻撃というのがこのアイコンがねキラキラしてるこちらですね、うん、はい、これですね。これ基本的にこれを2連続かな。はいはいはい、そしてもう一つの特徴といたしましては、この内探術というものがありまして、うん、一旦海岸線が使用可能となっております、うん、でこの海岸線がですね、特定のアビリティを3回使用可能ということで、先ほど紹介した攻撃が一旦で3回打てるので、うんうん、すごい強いですよね。そう、一旦においてのダメージがめちゃくちゃ高いという。高いですね。はい、ダメージパーターンをねやるにはちょっと毎ターンね海岸して海岸2個使うっていうのを、うんうん、まあ、毎ターン2回ね使うのがいいんだと思うんだけど、これで3回使えるようになるのでバーストも出るということですね。しかもあれですよね、この子二刀流してたらこれだけで2回出てくるんですよね。そうなんですよ、海岸使わなくてもいいってことですもんね。そう、強い。なので、まあ、どういう風にダメージを出したいかによって立ち回りを変えていた方かと思います。うんうん、でちょっと熱く語ってしまったんですけれども、うん、星7になってですね同じ方向でかなりアップしていきました。強くなったということですか。はい、はい、でですね、星7になって覚えたアビリティでこの格闘術海巡突、うん、敵全体にダメージプラス防御をダウンということで、うん、
こちらもですね精神依存の攻撃となっておりましてめちゃくちゃ強いですね、うん、なので今までの戦い方プラス全体に攻撃もね踏まえてどんな立ち回りをするかを選んでいただければいいんじゃないかなというところですね、はい、そして他にもですね格闘術気功含め、うん、はいこちらですね自分の HP MP を回復プラス攻撃精神ダウン効果を解除ということで自分のねサポート面もできるようになりましたというところですね、はい、しかもこれ格闘術だからそれこそ階段したら使えちゃうじゃなくそうなんですよ使えちゃうことか、はい、ちょっと後ほど説明しようと思ったんですけど、すいません先ほどのね、うん、今説明した2つとこれから紹介するスペシャルアビリティのこの2つ、うん、全て格闘術ついておりますので海岸線の対象内となっております、はい、ではちょっとスペシャルアビリティ見ていきましょう、はい、はい、こちら青眼症ですかね、はい、7ターン1回目が覚めちゃいそう、ね、目めっちゃ覚めるみたいな、はい、夜使いたい違うか7ターン1回使用可能となっておりまして敵1体にダメージプラス1ターン海岸線が使用可能ということで、うん、はい、こちらもですねかなり高倍率のダメージになっておりますしダメージを与えながら海岸線を使えるようになる、なるほど、先ほどまでの今までの海岸線の使い方は、うん、一旦ね攻撃できないターンができて、うん、トリプル攻撃ができるっていう流れだったんです。 LB 以外だとね、そう、うん、なんですけどなんとこちらで、うん、使えるようになるよというすごいね、 ことですね。もう一つのスペシャルアビリティ見ていきましょう、はい、はい、こちら格闘術粘身ですね、うん、6ターンに1回使用可能となっておりまして味方全体のバーストストーンによる上昇量アッププラス、うん、一旦海岸線が使用可能、へえ、海岸線今まで結構内探術とかって使わないでずっとこれ使ってる人ゴリゴリ、うん、が多かったじゃないですか、うんうんうん、これ辺が使えることになったことによって、うん、海岸線っていう3回ダメージが出しやすくなったって、うん、組み込みやすくなったっていう感じですかね、はい、そうなんですよ、まあ、そこにつながる道筋が増えたということですかね、うん、ではトラストマスター見ていきましょう、トラストアビリティですね、失礼しました、相当の構え攻撃を 40% アッププラス両手の装備品が武器のみだと武具の攻撃がアッププラス LB の効果が変化、おでこの LB の効果が変化というものがこちらの海岸線が使用可能、なるほどね、もう常に海岸線使ってくださいみたいな立ち回りですかね、へえ。そしてですねこちらのトラストアビリティなんですけれどもユーザーさんによってはトラストマスターが、はい、闇の拳なんですけれども攻撃力が130精神が30ですね、うん、でトラストアビリティを見てもですねリミットバーストに、海岸線が追加されるというもの以外は攻撃力が上がるものになってますので、うん、ちょっと恩恵がねもし精神依存の攻撃で戦うとしたら恩恵がちょっと少ないの で、 そうです、ね、中にはまあ今まで通りあのトーリーワンドとか杖とかね、うん、持たせてる方が多いので、うん、まあ、その辺は皆さんの立ち回りによって変えていただければと思います、はい、そしてスーパートラストマスターこちらなぎ心の服ですね、はい、HP、MP、攻撃、防御、精神、ドワッと魔力以外が上がっております、身につけたものの魂に静寂をもたらす服、うん、みんなで着ましょう、ね、私も身につけたい無心のご法無心になろう、一回回避しようかな今の発言回避、はい、期待ですねいいな、でも HP 上がるし MP も上がるし、うん、精神もまあまあ、まあ、まあトップとは言わないけど、うん、まあまあまあ上がりますし、サポート役につけてもねかなり恩恵がありますね、しかもリーダーはお洋服着ると精神上がる仕様になってたと思うんですよね、うん、そう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 、そう、あと帽子と服装備時精神アップ、そう、なかなか服で精神が高いものは少ないので、うん、まあ、リーダー持ってる方は持たせてあげたら、ね、いいんじゃないかなって感じですね、うん、続きましてこちらのレイゲンさん、本日最後ですね、はい、紹介していきたいと思います、はい、レイゲンさんの星6のイメージどんなイメージでしたか、なんかやっぱいろんな方のチェインができるという感じじゃないですか、うんうんうん、チェインアタッカー、チェインアタッカー、あとは大塚さん、はい、間違いない、刻め刻め LB にボイスがついた、ついた、しかも CV が大塚さん、大塚さん最高、しかもちょっと闇討ち払う人の件っていうなんかカタカナでね、カタカナの LB がやっぱ衝撃的だったキャラクターですかね、闇討ち払う人の件恥ずかしい、自分の父親がそうやって言って剣振り回したらちょっと恥ずかしいやめてレゲさんかっこいいから、ね、かっこいいから、ね、そうかなポリポリみたいな感じでもう今となっちゃ ね、はい、はい、ということでそんなレゲさん星7になって覚えたアビリティが結構ねあの新しいことチェインするようになっております、はい、まずは8連陣、はい、
こちら敵一体に一部防御無視ダメージ、うん、こちらがですねラスウェルさんの極絶名鏡とチェインします。なるほど。でですねもう一つラスウェルさんと、チェインするものがありましてスペシャルアビリティの紹介に移るんですけれどもこちらの烈氷の飛剣4ターン2回使用可能となっておりまして敵1体にダメージプラス氷属性耐性をダウンプラス自分の物理攻撃に氷属性を付与。これもすごいラスウェルに歩み寄ってる。そうなのラスウェルさんとチェインするんですよ。なるほどいいですね。はい。そしてもう一個対となるものがこの炎バージョンですね、はい、火属性耐性をダウンさせて自分の物理攻撃に火属性を付与して攻撃をする、はい、こちらの破炎の双剣がなんと、うん、ヒョウさんが覚えるダブルブレードスレイブなんと、まあ、要は成功爆裂波とかね、はいはい、その辺とチェインするんですがなんとラスウェルとヒョウとチェインするいうことでございます、ね、なんかちょっとあれみたいな、ね、感じしちゃうよね。ちょっとドキドキしちゃいます ね、まあ、7ヒットと8ヒットという、はい、まあ使いやすい感じのアビリティではあるということですね、はいはい。まあ、それを覚えているのでさらにねあのチェインが組み込みやすくダメージを出しやすくなりましたということですね、はい、でかなりね付与もできるようになりました、はい、とってもいいんじゃないかなというところですね、はい。そしてレーゲンさんのこの先ほどねいじっていた闇打ち払う悲壮の剣こちらがですね、レベルを上げるともともとねそのダウン倍率も上がるという話なんですけど、はい、星7マックスにするとなんとですね、しっかりあの今まで通り下がる。まあ、星6の時のマックスとダウン率は変わらず25の時です、ね、そのこのゲームの中でもめちゃくちゃ一番高いあの氷とかね、うん、そういう次元下がるんですけどなんと、はい、ターン数効果ターン数が星7マックスにすることによってちょっと変わりますね。なるほど5ターンになります最大。おこれはいいですね、うん、炎と氷属性ねチェインがつながるアタッカーみたいな感じになったっていうイメージですかね、はい、うん、はい。そしてトラストアビリティ紹介していきましょう。こちら総人の極みかっこいい。特定のアビリティのダメージがアッププラス片手用武器を2つ装備すると武具の攻撃がアップということで、まあ、ここでね二刀流にすると、ね、もっと良くなるよっていうところですかね、はい。で、先ほどね表記されていた攻撃たちが倍率が上がっていますよというところです、ね。まあ、二刀流パスブで持ってるからね結構レイゲンもいい子ですよね、はい、はい、めっちゃいい子ですね、うん。そしてスーパートラストマスターこちらソークの街灯脳がカタカナでございます注目すべき注目すべき点でございます。脳がカタカナでございます。姫サレシサレシはひらがなだ。ここもカタカナが良かったな。レイゲンがこのコートを愛用している理由は語ることがないが表地の紺色と裏地の赤色という2人の息子を思わせる配色となっている。表ラスウェルはい、ということでバストストーンのジョジョルをアップするという、まあ、この子も結構バストストーンバーストも使っていこうねみたいな、うん、でもチェインもできますよみたいなアタッカーで、まあ、元々のそのチェインできるアタッカーっていうところがさらに伸びたっていうイメージでございますかね。そんな感じです。はい、でちなみに耐性も上がるのでこんな感じになってますね。でもまあまあこんだけ耐性持ってあるって結構使いやすいですよね。ねえ、うん、まあ、服を着るだけで耐性も上げられるので、うん、ぜひそちらも考慮して使っていただければと思います。はい、そんな感じのレイゲンさんでございました。はい、はい、というわけで今回は1月に追加された星7覚醒ユニット15体のうち5体を前編という形で紹介させていただきました。続きましての残りの10体はですね中編と後編で分かれて紹介させていただきますのでぜひそちらもチェックしてください。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。公式ツイッターは概要欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。こちらのチャンネル登録も動画の更新通知や配信通知が届きますのでぜひよろしくお願いします。ではまた見てくださいね。バイバイ。